こんにちは、シーナウォータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはヤマハドラッグスター400クラシックのご紹介です。こちらですね、クラシックモデルのですね限定装備が、装備されております。まずですね、フェンダーディープフェンダーというですね、通常のドラッグスターよりも少し長めなクラシカルなね、フェンダーを装備となっております。そしてですね、バックレストなどもね装備で非常にですね、こちらも便利機能も搭載となってますのでね。あとはですね、こちら、ヘッドライトもね、普通のドラッグスターとは違うちょっと大きめのサイズのものを装備したりですね、フロントカバーもですね、フロントフォークカバー、樽型のフォークカバーなんかも装備しております。非常にですね、クラシカルの高いデザインとなってますので非常に人気のモデルです。早速ですね、ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトですね、通常のですね、ドラッグスターよりか少し多めに大きめにね、作られているクラシックモデルとなっております。大きな点灯傷はあれもちろんございません。フロントフォークのですね、樽型カバーというのはね、こういったものもね、装備ですね。大きなにじみ漏れもちろんございません。フロントのですね、フェンダー、こちらもですね、クラシックというね、ロゴ入りとなってますけどね、ディープフェンダー、少しね、長めなクラシカルなデザインとなってます。はい、フロントホイール周りですね、スポークホイール、こちらもね、メッキの部分、リムのね、メッキの部分も大きなサビ不織ございません。ローター周りのボルト類、サビ不織ないですね、非常に綺麗です。キャリパー固着などもない状態となっております。はい、エンジン周りですね、こちらもですね、大きな、オイルにじみ漏れもちろんございません。あとはですね、サビ腐食こういったものもない状態ですね。あとはステープボード、こちらもね、クラシックのですね、デザインの純正装備となっております。はい、マフラーですね、マフラーはですね、純正の2本出しマフラー、後ほどね、サウンドの方をご紹介します。はい、リアホイール周りもですね、メッキの部分非常に綺麗ですね。サビ腐食ございません、綺麗な状態です。リア周りですね、こちらもですね、テールもですね、リアフェンダーもグッとね、長く伸びた、ディープフェンダー装備ですね。こちらも大きな点灯傷、へこみなどもございません。はい、シートです。前後ろともに大きな切れ破れございません。どっしりとしたね、シートもですね、非常に乗る心地がいいデザインとなってます。で、あとね、バックレストなども持ってますので、ね、タンデムの時もですね、非常に便利な装備です。タンクです。ブラックのですね、カラーリングにレッドのラインが入っているものですね。大きな点灯傷やへこみもちろんない状態となっております。はい、タンクラインも大きなサビ腐食ございません。ではですね、エンジンの方始動していきたいと思います。インジェクションモデルとなりますので、ね、オールシーズンでお楽しみいただけます。あとはですね、 ETC など便利機能も搭載となっていますので、非常にですね、嬉しい装備も揃っておりますので、おすすめとなります。皆様のお問い合わせお待ちしております。